子供を救い、チーム学校を形成するスクリーニングの理論について講義したいと思います。大阪公立大学の山野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こちらは私のプロフィールです。現場と国、つまり文部科学省や厚生労働省、内閣府、デジタル庁など様々な国の委員をしながら立場の違いによって見ている実態や 子供の捉え方が違うということを身をもって体験してきました。現場で言うと教育の中での違い、福祉や心理との視点の違いをお互いに明確にしつつ違いや多様性を生かした形で学校が機能し子どもたちを取り残すことなく救えるように考えてまいりました。今日の話の流れですが まず子供たちの実態をお伝えしそれはなかなか見えないということそこからすべての子供を捉えないと取り残してしまうということを伝えていきたいと思いますその後なぜ学校に焦点化するのかそしてスクリーニングシステムはどういうものなのかという形で進めますまず厚生労働省からいた依頼を受けて2020年に行った コロナによる影響調査から伝えます。一番左上のグラフをご覧ください。調査対象は、小学校3年生から専門学校生までの幅広い年齢です。このグラフの一番下を見ていただくと、約90%の子どもたちが何らかのストレスを感じているという実態でした。これには驚きました。それから、その隣の円グラフが 子どもたちの学校に行きづらいという回答が3分の1あるという結果でした。皆さんは9割の子どもがストレスを感じ、3分の1の子どもたちが学校に行きづらいと感じていると思われていましたでしょうか。これが子どもたちが見えないという一つです。こうした子どもたちがどんな問題行動になっていくかというと下の段です。 実はこれは性的な問題つまり性加害性被害という形になっていたりゲーム依存などコロナ禍でステイホームを強いられ社会とつながりにくくなって周りから見えない形の行動化となっていましたこれらはコロナの発症数を好異群中位群低位群と分け緊急事態宣言中学校再開後2020年の秋 と3段階で聞いていてます結果、好意群が顕著ですが、学校再開後、どんと上がっていることに、特に好意群に多かったことが分かりました。こちらは子どもの貧困の実態をつかむ調査です。10万件にも及ぶ2016年に行った大阪の調査結果です。右側をご覧ください。 経済的状況を縦軸にしています。手取り額を示す可処分所得が約122万以下というのが最も厳しい困窮度1群です。困窮度1であれば必ず就学援助や児童扶養手当は取得できるのですが14.6%、14. 10.1%の世帯が申請をしたことがないという結果でした。左側のグラフが 困窮度1の世帯では遅刻をする子供の占める割合が手取り額245万円という中央値の世帯に比べて倍ぐらい増えているということがわかります。同じように進路も経済的に厳しい世帯ほど高卒でいい、中卒でいいというように倍ぐらいそういう回答が増えてしまいます。 こういった子どもの貧困による実態があるにもかかわらず見えない制度に結びつかないということがわかります次は学力です縦軸に下に行くほど理解が高い横軸の各群は経済的区分棒グラフは勉強時間数です中央値以上の世帯の子どもたちは勉強すればするほど理解が上がる 右側のようになるのですが困窮度1122万以下の世帯になるとバラバラになって勉強すればするほど理解が上がるという結果にはなっていません家庭の経済状況が学力に影響してしまう学力は子どもの努力だけではないということが顕著にわかります次に話題になっているヤングケアラーですなかなか表面的には見えにくいのですが ケアをしている家族がいるかいないかで持ち物忘れが多かったり授業中集中できなかったりと差が倍ぐらい違ってきています見えにくいと言われていますがこういった項目で予防的に把握することができるということもわかります今までお話ししてきたように孤立や貧困という表面化しない問題学校ではなかなか見えにくい問題が 進展していって、児童虐待、問題行動、不登校や非行という形になっていくことはすでに言われています。そして学校では問題行動になって初めて現れてくるわけですけれども、そこでは遅くなかなか改善は難しく学力低下につながり、また貧困の連鎖になっていくというこのサイクルが回っていってしまいます。なので、 この孤立や貧困というスタートのところでキャッチし対応できないかという考えに至りましたではなぜ学校に着目するのかそういった問題は児童相談所の仕事ではないかと皆さん思われるかもしれませんしかし先ほどからお話ししている表に見えない課題を抱えている子どもというのは全数から見ないと どのの子なのかからなかかわわらいけですそういう意味で全数を把握できるのは学校しかありません実際児童相談所とか福祉というのは申請主義で全ての子どもたちから見ると1%あるいは2%しかつながっていません市町村であっても全数の10%ほどしか対応できていません教師という意味ではなく学校 つまりすべての子どもをキャッチできる学校の役割という意味が大きいのではないかということです先ほどのコロナの影響調査からも学校が再開すると問題が表面に見えてきましたつまり学校があることでさまざまなことが顕在化すると言えます学校は教育するだけの期間ではないということがわかります しかし、学校の組織というのは、鍋蓋組織と呼ばれていますが、これは批判をしているということではなく、組織として、右と左の図を見ていただけたらと思います。右の児童相談所など、学校以外の組織は、縦ラインの複数人で責任を負っていくという仕組みが確実にあるということ。左側の学校組織では、責任者は、 校長や教頭という管理職のみで、主幹は LINE にいるわけではなく、学年就任というのは同僚であり責任者ではないため、担任は何かあれば校長に相談し、校長がそれは家庭の問題だ、どうしようもないと言えば、担任は動けなくなります。担任と管理職である主に校長の2社で決まっていくという、ここの問題性、チェックの目が非常に少なく、 一人の判断で決まってしまいやすい組織だということをまず認識しておく必要があります。そもそも担任教師が気にならなければ話が上がっていかず先日した調査結果からも分かるように必要な家庭ほど子供どや保護者から SOS しないため支援の訴状に乗らないということになります。これらのことは子供にとって気づいてもらえない。 という不利が起こり教師にとって一人に責任がかかるという負担代となりますそれをどうやって共有の仕組みを作るのかということが大きな課題ではないかと思われますそこで提案しているのがスクリーニングという仕組みですスクリーニングというのは全員の子供たちを確認していくことで少しでもリスクの可能性のある子供を洗い出し 適切な対応に簡単に行えるようにしていくことです。実は、修学前は全ての子供を保健所や保健センターにおいて、1歳半検診、3歳検診という検診からスクリーニングを行い、精密検査や地域の資源活用、あるいは保健師の訪問など、短時間で方向性を決定しています。こんなことが 就学前までは保証されているわけですが学校に上がった途端なくなりますこれを学齢期以降もこういった複数人の目で見て確認し適切な対応をしていくというようなことができないかというのがこのスクリーニングシステムの意義です学校で行うことで養護教諭、特別支援、生徒指導、学校事務のみならず 学校職員として法定化されたスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど含め役割のある教職員のチーム形成になっていきます。チーム学校と言われていますが、具体的にどうするのかという現場の戸惑いの声もまだある中、一つのその具体的な方法となるのではないでしょうか。すべての子供に対して 学年団に役割のある教職員が入り、複数人で検討していくことになりますから、教員の視点が広がり、力量がアップしていきます。また、判断が複数名でなされることや、流れが明確になって、学校組織がチームで決定するという仕組みができていきます。もう少し丁寧に言いますと、スクリーニングのキーワードとして、 集団で素早く無自覚な対象を暫定的に識別していく勘弁であるというようなことになります。この右の図は2つの学年合同で議論しているところですが、概ね学年会議で行い、決してアセスメントではないです。1クラス15分くらいでサクサクと見ていく中で、暫定的に丁寧に見ていく必要のある事例かどうか。 を決めていきます先生方は普段学年会議で児童生徒について検討されていると思います。それをより機能させるために使うツールであって新しい会議を作ることではありません。これらの仕組みは「様子」と命名し下に書いたようにすでに権利関係があり特許出願中ということも記載させていただいていますが 無断活用はできませんのでご注意ください一連の様子システムの流れとして説明しますと担任だけでなく各教員がクラウド上のシートに入力しそれを活用して学年会議でスクリーニングを行います通常子どものことは常に共有しているとよく言われますがデータに基づいて共有し検討します その後、委員会において、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーという学校に存在する専門家も交えて、チーム会議としてさらにピックアップされた子を検討していきます。その際に、検診と同様に A か B か C かという方向性を決めていきます。A は校内のメンバー、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを入れながら対応していくこと。 B は地域の学習支援や子ども食堂など地域資源を活用すること。C は児童相談所や警察など専門機関を紹介することです。1学期、2学期、3学期と学期に1回スクリーニング会議を行って、それを蓄積し変化を見ていきます。研究室では AI をここに活用していくことで、迷うときに示唆が入るように 開発に取り組んでいますこちらは地域資源を活用するというのが先生方に馴染みにくく分かりにくいようですので、えー、効果をお見せしていますこのスライドは一般の子どもと居場所に来ている子どもの自分に自信があるという項目の差を見ています右側の居場所を利用している子どもの方が自分に自信があるという項目が倍ぐらい高くなります これは地域の居場所で接してくださるボランティアの方がか温かく声をかけてくださったり子供にとって身近であるということがポイントになっていると考えられます愛を持って子供たちに接してくださっているボランティアの熱さが成功をもたらしているとも言えるでしょうまとめると先生方の些細な懸念 例えば具のないそうめんばかり食べているなど校長に相談してもそれは家庭の問題だからとなって児童相談所に相談してももちろん取り扱ってもらえないっていうぐらいの段階の子どもの些細な懸念せっかく教師が気づいているのにどうしようもなく悶々とし懸念に蓋をせざるをえないそういう懸念です重篤な事例ではないです ヤングケアラーだったとおっしゃる方の発言に、教師にこういうレベルの話をしてきたけれど、拾ってもらえなかったと発言があります。取り残さないことにつながります。些細な教師の懸念を学年で共有することで、対応を簡単に決めていく。おはようとみんなで声をかけていくようなこともその一つです。決めていくときにみんなで議論するので、ちょっとしたこと、 教師の工夫が共有され活用されます。そんな学年会議は素晴らしいと思います。これが早期発見につながり、この機能をヨーススクリーニングシステムでは、教師が次に進む際に一つずつどうするのか悩まずに自動的にこの流れが進められるように作り込んだシステムです。まだまだ曖昧なスクールソーシャルワーカーの役割も校内にわかるようになります。 もう一度、要素スクリーニングのポイントをお伝えすると、データプラス議論プラス決定。これが大事だということになります。つまりデータ入力だけで何かが動くわけではなく、教師の知恵を出し合っていくこと、議論していくことが生きたスクリーニングになるポイントです。この対応の決定も必ずセットです。共有だけして悶々としている先生方が多いでしょう。 この点を改善させることがポイントです。要素の成果として、チーム会議に挙げる生徒の割合を30%くらいと目標にしています。はじめに子どもの実態を話しましたが、見えないリスク,リスクが30%くらいあると考えられます。30%ほどピックアップしている自治体は、改善率がこの円グラフのように、遅刻や相対、保健室利用、消費体の いじめなどの友人関係が5割から8、9割と改善していっていますあるいは右のペーパーにありますように不登校が3分の1になったという学校の例もありますこちらは教師の声も上げています今まで気づかなかった子供に気づけたまたちょっとした対応で変化をもたらせることができた子供のことを客観的に分析できたなど 多くいただいています。さらに文科省の委託を受けて行った調査では、スクリーングの活用前後を比較していますが、教師が議論していくという力が倍ぐらい上がっています。左側です。右側の決定するという行為もかなり変化があり、校長においては10倍近くも決定できるが増えています。 生活課題に対して決定はしにくく曖昧になりがちです。しかし、チーム会議でその子供への対応を決めていくことがルーティンになってサクサク決定できるようになっていると言えます。また、潜在的な課題を発見する力も、用語教諭においては3倍アップしています。最後にスクリーニングは負担感があるのではと心配されますが、 実はは負担感は変わっていませんもともと気になる子どもへの負担感はなくはないですから存在します。それが増えるわけではないということです。このスクリングというのは2017年の児童・生徒の教育相談の充実という文科省が出している冊子にも挙げています。チーム・学校をどのように形成していくのかという報告書でもあります。 ぜひご覧いただけたらと思います。スクリーニングを中心に専門機関に紹介したり地域を使ったりという図です。全数把握をしている学校でこれができ地域資源も校内に置かれるようになれば効果のある地域資源もさらに身近に利用できます。最初に示した子どもの実態から分かるように経済的に厳しい子どもは 帰宅したら保護者同伴でないと行けない校区外の子ども食堂や居場所に行けず社会的交流が他の子供より低くならざるを得ないという実態がありますヤングケアラーと言われる子どもたちも家に帰れば家事手伝いが待っていることになりますこの図のように学校でスクリーニングが位置づき的確に必要な子供がキャッチでき 必要な子供にすぐに紹介できる地域資源が学校内に存在すれば可視化されていて教師も安心してつなぐことができます。子供にとってもちろん学校内に居場所や子ども食堂ができることで豊かな生活を少しでも保障することが可能になる。そういった学校プラットフォームは理想の姿です。教師が行うという意味ではないです。 学校という場で地域人材や NPO などが行うというような例です最新の国の状況では生徒指導提供が改定されここにスクリーニングのことが書かれましたぜひご確認いただけたらと思います必要な支援体制を整備するために開催される会議だと規定されています国の流れは先ほども示した 2017年にスクリーニングという言葉を上げたところから始まり、2019年、2020年といじめ問題やコロナが蔓延し、緊急事態宣言が出された時に、文科省からスクリーニングを推奨する通知文が全国に発出されました。スクリーニング活用ガイドを作成することを依頼され、それが文科省のホームページにアップされています。 2021年度からスクリーニングの委託費も実証実験としてついています。スクリーニングをしていくところを助けていこうという文科省での予算化です。ぜひご覧いただけたらと思います。現在山の研究室では33自治体と契約して実証実験をしているところでございます。詳細のホームページが作られていますのでよかったらご覧ください。全国どこでも展開できる形になっています。 最後に一つご紹介して終わります。アメリカではスクリーニングというのはスクールソーシャルワーカーの仕事として位置づけられています。それを書いた本をここに挙げています。以上私のお話はこれで終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。